あと大会本番まで2日に迫りましたけれども、当日も多くの多分ファンが皆さんが多分沿道で応援してくださると思うんですが、その方たちに向けてメッセージと大会にかける意気込み教えていただけますでしょうか。そうですね、ナショナルチームの一人としてきちんと結果を残したいと思います。優勝を目指して頑張りますので、応援よろしくお願いします。まあ、なんとかこのマラソンステップとして、冬のマラソンで結果を残して、まあ、なんとかリオに向けて、代表を取れるような選手になりたいなとは思ってます。北海道マラソンで結果を残して、で冬場の選考レース、三大マラソンであったり、それでしっかりそのタイムを出してナショナルチームに入ってっていうのがやはり第一条件だと思うので、まずはしっかりマラソン走りきりたいなと思います。鍵になること、自分の中でキーポイントになるようなことあれば教えてください。やはりマラソンは走っている人、沿道の方、皆さんがいて、この大会、なんて言うんですか、マラソンレースっていうのが成り立つと思うので、私は走る方で精一杯走りますので、皆さん熱い熱い応援を飛ばしてもらえたらありがたいです。タイムよりも勝負順位を意識していて、この夏マラソンの暑さに、あと自分がどう対応できるかと、自分の能力の挑戦をしていきたいと思っています。記録というよりも順位にこだわるレースをしたくて、前半は本当に心を落ち着かせてリラックスして自分の力を発揮できたらいいなと思っています。